こんにちは。今日この後の天気をお伝えしていきます。まずは現在の状況を皆さんからいただいております写真付きのリポート、ウェザーリポートでご紹介をしていきます。まずはこちら、新潟県胎内市からのリポートです。ホワイトアウトですというコメントとともにいただきました。かなり視界が悪くなっているような様子ですね。まだ雪がしっかりと降り続くような状況となっております。風も強まって吹雪いているようなエリアも出てきておりますので、不要不急の外出はなるべく控えた方が良さそうですね。そして京都からのリポートも届いております。冬至近辺ということで、市街地などでもこのように雪がしっかりと降っているようなリポートが届きました。この後のお天気どのようになっていくのか、アイコンで確認をしていきましょう。この後も日本海側のエリアほどドカドカと雪の降るようなエリアが多くなっていきます。特に北陸や近畿の北部、山陰などでは強まる雪に注意をしてください。東北の日本海側などでも風が強く吹き、吹雪く恐れがあります。そしてこういった雪雲の流れ込みは太平洋側まで広がっていきそうです。今日は名古屋でも雪のアイコンが大きくなっています。その他大阪、広島、福岡でも雪のアイコンが小さくついているような状況です。こういったエリアでは夕方から夜にかけて雪雲がどんどんと流れ込むような状況となっていきますので、空の変化に注意が必要となっていきそうです。普段雪がなかなか降らないような市街地でも雪が積もる恐れもありますので、足元に十分に注意をしてお過ごしください。また極寒の体感が続いていきます。最大限の防寒を行ってください。以上、全国の天気をお伝えしました。